女3人からお呼びがかかるとは嬉しい限りだね。この体は3人のもの。さあお好きにどうぞ。あんたの頭の中がどうなっているのか一度見てみたいもんだよ。どうせろくなもんじゃないんだろうけど。よく考えてみたら、私たちトーマさんのことをよく知りませんでした。それでいろいろ聞いてみようってことになったってわけ。おちゃらけはなしだ。あんたの本当の気持ちを知りたいんだ。いいな。普段何も考えていないように見せているのはあんたの使命ってのに関係あるんだろ。あんたが人一倍気を使っているのはわかるけどね、私が見たいのは偽りの姿じゃない、ありのままの本当のあんたなんだよ。そうなんだ。私たちは仲間じゃなかったのか？そんなに私が信用できないのか？トーマさんには数えきれないほど助けていただきました。ですから今度は私の番です。私では頼りないかもしれませんけど、少しだけでもいいんです、トーマさんの苦しみを分けていただけませんか？私がトーマさんのお力になれることなんてないですよね。話したくないことを聞くつもりはないけど、でもさ、巻き込まれてるのは確かだし、その中心にいるのはトーマなんだよ。せめて心配するな、安心して俺についてこいくらいのことは言ってほしいわけ。みんなあんたのことを信じてるのに、その気持ちを裏切るつもり？肩が凝るだけだし、やめようか、こんな話。あんたさ、その使命ってのが片付いたら、また他の世界に行くのか？そうだな、ここは寒いし、な。のやり方ってわけか。じゃあ勝手にすれば。本当バカじゃないの。私は寒いことも含めてこの世界が好きです。それでもどうしてもとおっしゃるなら、ルスソレイユで暮らしてみませんか？エルフの里で暮らすか。人を怠惰にさせ無感動にします。けれど
今トーマさんに必要なのは、いつまでも変わることのなく穏やかに過ごすことのできる世界なのかもしれませんね。人生は冒険と同じ、楽しんだもん勝ちってね。だったら楽しまなきゃ損でしょ。ドキドキのない生活なんて面白くないよね。人生を、残された時間をどう生きるのか、それを決めるのは他の誰でもない自分自身というわけか。聞くけど、あんたって本当はどんなタイプの女がその好きなんだ？タイプって言われるとな。してたけど、あんたらしいよ。ある意味安心したけど、そういうところがね。あの病気がちなのに食欲があって、それでいて頼りない女性は嫌いですか？そこまで言わなくてもいいと思うけどさ。けどそうだな。させてもらうとするか。全て終わったその時には本当の俺を見てくれ。